橋本愛は、日本の女優。熊本県熊本市出身。ソニーミュージックアーティスツ所属。三姉妹の次女として生まれ、2008年、姉妹の中で一番顔が濃いという理由で、母が応募した、ニューカム、ふわふわ、オーディションにてグランプリを受賞し、芸能界デビュー。自分のオーディションを思い返してもグランプリになる理由が、わからず、詐欺だと思ったという。 同年に開催された第33回ホリプロタレントスカウトキャラバンでは最終候補者に選ばれるがグランプリ特別賞の受賞は逃した。2009年女性ファッション雑誌セブンティーンのミスセブンティーンに応募総数5267人の中から工藤、恵美、高田アリサ、広瀬アリスと共にグランプリ受賞者の中で最年少で選ばれた。また映画 Give Go で映画初出演。難聴を抱えながらバスケットボールに熱中する少女を演じた。2010年映画告白に出演し、クラス委員長の少女で重要な役どころを演じて注目を集めた。その後多数の主役を務め、貞子 3D では貞子を演じて再び注目を集める。2013年ヒロイン東原霞役を務めた映画 霧島、部活やメルってオよなどの演技が評価され、第86回キネマ巡報ベスト10、新人女優賞、第36回日本アカデミー賞、新人俳優賞などを受賞した。同年、NHK 連続テレビ小説、甘ちゃんで、能年玲な演じる、天野秋の親友役の、足立優衣を演じる。12月31日に放送された第64回。 NHK 紅白歌合戦では、アマちゃんをテーマとした企画コーナー、アマちゃん特別編にて、アマの秋役の老年霊など、使用祭のメモリーズで、使用祭のメモリーの一番を歌唱した。最後は出演者全員により、地元に帰ろを合唱した。2014年5月をもって4年半務めた、セブンティーンの専属モデルを卒業した。2015年2月、主演映画2作が、 第65回ベルリン国際映画祭で上映され、海外の映画祭に初めて参加した。2018年、大河ドラマ、西郷丼に、西郷隆盛の最初の妻、スカヤクで出演。翌2019年の、伊ダ天、東京オリムピック話にも出演し、2年続けて、大河ドラマに出演する。2018年、主演作品、ここは退屈迎えに来てが、 第37回バンクーバー国際映画祭のゲートウェイ部門に出品される。霧島、部活やめるってよでは、バドミントン部員の霞役を演じたが、橋本自身も中学時代は熊本市内の公立中学校でバドミントン部に所属していた。女優を始めたばかりの頃はこの仕事が好きではなく、いつでもやめてもいいという気持ちだった。だが、石井隆監督の 人が人を愛することのどうしようもなさの DVD を見てひたすら泣いたのを機きに映画を見ることが好きになり古い作品やポルノ映画などを漁るように見るようになると映画史を汚さないよういい映画を残したいと思うようになりやる気の向上につながったという内面的に影のある役のオファーが多く初対面の人からは近寄りがたいイメージを持たれ もっと大人しそうな人かと思ったと言われることが多い。美しい星で宇宙人の親子役を演じたリリー・フランキーは橋本のことを神秘的な雰囲気を持ってるとしこんなに近世人を無理なくやれる人はなかなかいないと評した。筋金入りのファッション好きでヨーロッパの都市やニューヨークのファッションに注目し、日頃からスタイリストと 情報交換したり海外通販を駆使して日本未上陸のブランドの服を手に入れている。ありがとうございます。